おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、最近ね、戦術ガチャが来たり 4.5 周年が来たり、もうねガチャで疲れてますよね皆さん。私もね結構はー疲れたなって感じです。さあ、そんな中でね、運営さんが我々に用意してくれた癒しイベントといえばこちら、リミテッドマッチじゃなかった、レジェンドマッチということで、今回はね、前々回ぐらいの動画でも言った通り、シメオネ監督ピックアップして、紹介していきたいと思います。おすすめの育成方法だったり、おすすめの起用方法みたいなところまで詳しく解説していきますので、無課金の方はね、ぜひ戦力に加えていただきたいと思いますし、チームによってはね、美課金の方でも選択肢として入ってくる選手かなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ちょっとね、他のレジェモの選手もできたらよかったんですけど、総合値がね、手法キダローム低すぎるかな。ジメーノはまだ9900あるんですけど、ちょっと他の選手低すぎて、正直ね、なんていうのかな、スタメンで起用していくことが難しい、現実的ではないので、今回は、ジメーノに絞ってやらせていただきます。さあ、そしたらまずですね、この選手の性能から見ていきましょう。総合値9956ということで、かなり高いですよね。まあ無料のね、レジェモン選手最近こんな総合値ばっかりですが、1万あるのは嬉しいね。無料選手って最近なんか微妙に9500とかだったりするので、1万ギリギリな時点で結構嬉しかったりします。ただまあ、そろそろさ、1万4000とかの選手も来てるんだから、1万500ぐらい総合値あってもいいんじゃないのとか思っちゃいますけどね。で、彼ができるポジションはセントラルディフェンスミドフィルダーのみですね。 OMF もオレンジありますが、まあまあまあ DMF だけでしょう。プレスタイル、アルゼンチンの戦術眼ということで、セントラルミドフィルダー系統です。で、このプレスタイルのところの話を一個一個、まあ性能含めてね、上から一つ一つ話していきますが、意外とね、このね、セントラルディフェンスミドフィルダーっていうプレースタイルでDMF の選手ってそんなに多くないんですよね。今ここの星5の選手、私が画面に映している選手たちが、DMF のセントラルミドフィルダーの選手なんですけど、ランパードだとか、セードルフ、モドリッチみたいなね、たまにガチャで来る選手たちもいますし、まあ、最近言ったらバカ横とか全くいないってわけじゃないんですけど、やっぱりね、あんまり多くないですよね、 CMF の DMF ってね。まあ、結構ね、なんていうのかな、モッチだとかサンパーニョだとか、あとは、プッチもそうかな、ウジタもそうかな、レジェモの選手だったり無料の選手たちが、ここの選手、ここのポジションにね、いることが多いので、お手持ちの方も多いかなとは思いますが、やっぱりね、総合値とか加味した時に比較的ね、取っておいて損ないポジションかなと思います。私はね、以前 CMF の DMF ずっと困っていたので、 CMF の DMF ってさ、すごいなんか分かりにくいんですけど、プレイスタイルセントラルミッドフィルダーの得意ポジションがディフェンシブミッドフィルダーの選手ですね。私は結構実は困っていたところなので、この機会に皆さん取ってください。で、特徴、パス職人、パスがチューアップ、タフガイ、これが微妙、これが微妙だね。せめてこのタフガイのところが根性とかだったらよかったんですけど、タフガイはきついかな。ただまあ、パス職人あるので、まあね、セントラルミドフィルダー結構しっかりパスしてくれるね、ポジションプレースタイルなので、まあそっち優先で考えればいいかな。うん、せめてね、タフガイのとこ根性が良かったですね、私は。あとはコンダクターですね。ウィンスキル、インスパイアフィードです。自分のパスが特大アップして、一定時間受け手のパスも特大アップさせます。まあね、よりパスつながりやすくなるような感じだね。まあね、今いろんなロングパススキルがありますけど、インスパイアフィードはね、ちょっと今私パッと思い出せませんが、かなり初めの方に来たロングパススキルだった気がする。このデバフがついてるね。まあロングパスでいくと、今本当にモルテンだとかすごい強力なロングパススキルがあるので、エラプトだとかね、そうやって見てしまうと、正直インスパイアフィードって見劣りするんですけど、まあ、今回はね、 DMF でかつ司令塔の選手、あとレジェンドマッチの選手、司令塔じゃないですね、大変失礼しました、セントラルミッドフィルダーですよ皆さん、司令塔じゃないですよ、レジェンドマッチの選手なので、まあロングパスのデバフ持ちのスキルエサっていうような軽い気持ちで見ていくといいかなと思います。で、私がですね、このシミオネ監督が結構好きなところが、パス AB、 シュート B、 パスカット A、 マーク B、 タックル B と、まあ、器用なところですね。何でもできます。悪く言えば器用貧乏で、なんか得意なものがないって感じなんですけど、まあね、本当にポリパレントにね、 DMF のポジションで攻守に顔を出してくれる選手じゃないかなと思います。
能力見ていきましょう。シュートの値がね2000近くありますね。まあちょっとさすがにね2000じゃどうすんのっていう気もするので、あんまりシュートをね打たせに行くことは個人的にはお勧めしませんが、まあそれでも2000近くあります。でパスの値がすごく高くて、こちらは4000ありますね。パスの値4000ありつつ、かつパス職人でパスの能力の底上げ図られているので、かなりね前線にボールを送る能力としては長けているかなと思います。パスの値が高い選手の方が当然パス通りやすくなりますし、途中でカットされにくくなるので、そこは嬉しいところですね。で1個ね懸念がね、ディフェンスだね。ここが結構できない。まずタックルが2000、でパスカットが2500、まあ、3000弱ぐらいかな。でマークが2500ぐらいです。本当にねオフェンスとディフェンス両方バランスいいです。まあ、バランスいいっていう答え方言い方が、いいことかどうかは分かりませんが、とにかくバランスは取れてますね。であとはフィジカルのところでパワーがちょっとあるような感じです。キープも若干ありますけどね。でこうやって今選手の能力値を見た中で考えなければいけないのは、じゃあどんなスキルをつけるのかっていうところだと思います。さあここがねポイントになってくるところですよね。守備能力とかを見てもタックル、パスカット、マーク全部まんべんなく微妙に上がっているので、例えばこれがねタックルがゴリゴリ上がってるとかマークがゴリゴリ上がってるとかだったらそれを活かしていけよって話になるかもしれませんが、ちょっとそうじゃないんですよ。でもともとパスカットスキルは A ランクで持っているっていうところも踏まえて、ちょっとどんなねスキル構成がいいのかっていうところを考えていきましょう。ちなみに DMF の星5選手でセントラルミドフィルダーの選手が持っているスキルだと、やっぱりねマークが多いんですよね。なんで1個目はマークで決定かなと思います。マークスキルのいいところは相手のスタミナを削ったりですとか、相手にねプレッシャーをかけながらかつデバフで相手をさらに弱体化させることもできますし、自分自身のマーク、パスカットとかで例えばプレディクトマークみたいにね自分自身のパスカットも一緒に上げちゃうよみたいな効果も期待できるので、個人的にはねもうマークは一枠確定かなと思います。まあ、例えばこのモドリッチとか見ていただいてもそうなんですけど、やっぱりマークはみんな持ってるんですよね。マークは1個必ずつけちゃいましょう。でおすすめのマークスキルなんですけど、個人的にはねこのこんな感じでねセドルもマーク持ってますよね。個人的におすすめなねマークスキルというとパスカットも上がるものかな。でなんといっても多分タックルが上がったところで2000程度のタックル数値じゃ取りきれないような気もしていて、っていうことを考えるとプレディクトマークでマークとパスカットを一緒にねごちゃっと、上げちゃうことでですよ、本来、パスカットできなかったボールをパスカットさせる、ボールを持たせてから戦うのではなく、まあボールを持たせないことにどっちかというと思う記憶っていうのは一つありなのかなと思います。というかかなり強力な手かなと思います。なんで一枠はマーク確定にしましょう。そしたらもう一枠何にするかですよね。ここ問題だと思います。タックルだとか、あとはロングシュートつけてる選手もいれば、ドリブルつけてる選手もいますよね。よくわかんないと思いますけど、私の個人的なおすすめとしてはマークです。えって思うかもしれませんが、 S ランクのマーク2積みですね。2個積みます。私が本当にシメオネを運用するんだったら S ランクのマーク違う効果のものを2積みします。っていうのも、例えばマークでパスカットの能力値まで上げられるんだったら A ランクのパワフルパスカットとかをつけるよりも S ランクの、マークスキルをつけて一緒にパスカット能力を上げた方が手取り早いんですよね。タックルにも同じことが言えます。でじゃあ果たしてタックルしたところでタックルスキル発動させてくれるかっていうと、タックル B しかないので意外と厳しいと思うんですよ。っていうことを考えると、マークで例えばパスカットもタックルも両方上がるような構成にしておいたらですね、まあ、とりあえず潰れることはないのかなと思います。役に立たないっていうことはないのかなと思います。はい、ってことでこんな感じでスキルのところ話をしていきましたが、そしたらステータスね、まず遺跡特訓、ここはねもうねさっき言った通りマーク一択です。やっぱり DMF の選手、ディフェンシブミドフィルダーのポジションに置く選手ですので、プレステルセントラルミドフィルダーとは言ってもきちんと守備は必須です。って考えるともうねマーク寄りにしちゃいましょう。例えばランパードもね私フェデアスマークつけてますけど、このステータスのところ2つ名のところは一旦置いておきますが、遺跡特訓のところはちゃんとスパイダーウェブ2積みにすることで一つね選手のクオリティ格が変わると思いますし、
あとは2つ穴のところでね、まあ、いろんなものをつけていきながらロングシュートがついたら嬉しいですし、トラップがついても嬉しいですし、例えば2つ穴のところでマークがついたりしたんだったらマーク1つパスカットに変えたりとかね、そういったような工夫をしていくといいんじゃないかなと思います。ということで今回ね、シミオネ監督徹底解説させていただきました。ここまでご視聴ありがとうございます。ぜひぜひね、使っていただいて DMF のねチームの底に置いていただけたらと思います。ということでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームの辺になってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。